あれ？お前ら何してんだ？二人とも傘を忘れたのよ。え？こんなやつ放って俺と帰ろうぜ。え？一緒に帰ろうぜ！なんでこっち来るのよ。だってあいつと相合い傘なんて。それをやれって言ってるの。でも！いいから行きなさい。だよ、ミスズまで私のこと男扱いすんのかよ。そうしてやりたいところだけど、私は純一郎と違っていろいろと見ているの。女の目線で。何のことだ。とぼけんなよ。やったっつったらあの男女で行う激しいスポーツのことだよ。男女で行う激しい、ガキの頃からやりまくってるな。マジかよ。相沢さんってか体とかすごそうだよな。友は足がいいな。使い方もうめえ。足技ディープだな。バーカバーカバーカ。ねえ、あれは何なの？私が聞きてえよ。昨日どうだった？スパッツを脱いでみて。どうもこうも散々だったよ。二度とあんな格好しねえ。下着でも見られた？図星ね。今日初めて話したんだけど、あいつ美咲先輩の言い名付けなんだって。あの子と話してる時に先輩もいたんじゃないの？ああ、いたな。その状況であなたはなぜ喧嘩を売られたかわからないというのね。ああ、身に覚えがね。バーカ。お前までなんだ！おい、行くぞ金髪。金髪じゃないよ、キャロルだよ。いいから早く来いよ。はーい。そうね。今の見たか！どういうことだよ！なんでチュンとあいつがあんな。知らないわよ。みすずちゃん、みすずちゃん、お話ししたいことがあるの。いいけれど、その前に降りなさい。わかった。まさかあいつと友達になるとはな。あれは純一郎と私の初デートだったわ。あの男がサイクリングに行こうって言うから軽い気持ちでついて行ったら。どうだ、いい景色だろう。景色バカじゃないの。え？次の日もあの男は私を引きずり回して、私2日で5キロ痩せたのよ。なんかやっぱお前とっつうのは違う気がするんだよな。だからもう付き合うとか終わりにしようぜ。先手を取られた。あの男に人生に黒星をつけられたのよ。許せないわ。別に構わないわよね、純一郎。どういうつもりだ、軍道。どうしたの？面白い顔してるわよ。あの子は顔を真っ赤にしてこう言うの。世界で一番お前のことが好き。ただ遊びに行くつもりじゃダメ、デートをしに行くのよ。おおそれって、うん、私も行っていいの？冗談。放課後服を買いに行きましょう。なかなか歌おうとしない純一郎の代わりに3時間童謡を歌って帰ってきたのね。恥ずかしすぎて死ぬかと思った。でもとってもいい感じだね。どうかしら、楽しみ方が間違ってる気がするけど。お？純一郎。あ？動画見せて。おお